今日4月19日は飼育の語呂合わせで飼育の日です。武蔵野市の井の頭自然文化園では飼育に関するイベントが開かれました。この動物園で人気を集めるのが国内最高齢のゾウ花子ですが、先月から外の運動場に出てこない状態が続き、飼育係や来園者たちが心配しています。飼育の日は動物園や水族館の役割を知ってもらおうと、日本動物園水族館協会が7年前に定めました。井の頭自然文化園では今日、飼育係の作業着の試着や道具の展示が行われました。この園の人気者は国内最高齢の記録を更新するアジアゾウの花子ですが、近頃飼育員たちを悩ませる事態が起きています。ゾウの花子は普段日中はこの運動場で過ごしていますが、今はその姿を見ることができません。花子は先月14日から1ヶ月以上運動場に出ず、隣の部屋に引きこもる状態が続いています。花子の異変に来園者からも心配の声が上がっています。早く出られるようになったらいいんですけど、元気にまた頑張ってほしいなと思ってね。みんなのアイドルだからね、花ちゃんはね。原因とみられるのは運動場の柵です。環境の変化に敏感な花子は、餌を与える飼育係の安全確保のために設けた柵を警戒し、その日以来外に出ていません。恐怖心から出れなくなっちゃった。ストレスを抱えているので、できる限り中でね、こうコミュニケーションを取ったり、ケアを続けていきたいな。現在柵は撤去され、室内での様子が公開されていますが、午後1時から2時までは公開を休止し、飼育係と触れ合う時間を増やしているということです。園では外に出ないことで運動量が足りなくなり、足腰が弱ることを心配する一方、すぐに影響は出ないとみて花子の様子を見守り続けています。ゾウの花子は昼に1時間の休憩を挟んで午前9時半から午後3時まで公開されています。飼育係によりますと、来園者に後ろ姿を見せるときは嫌がっているサインのため、大きな声で呼びかけたりせず、静かに見守ってほしいということです。